どうもどうもナッピーです。今日は最近よく使ってるこのリーメントを飾るケース、これの作り方動画をご紹介します。リーメントをどうやってホコリにならないように飾ろうかと考えました。この前面の蓋は開閉します。それで上もこれが外れます。こんな感じになってます。それで壁の交換も可能です。これの材料はというと、いつも使っているこの100均セリアのフレームです。サイズがありまして、 B5 サイズを3枚、四つ切りサイズを1枚、この4枚で作ります。あとフレームだけだとちょっと足りない部分がありまして、ここに細く切った板を貼るんですね。そのためにバルサシート3mm、 これは60センチでちょっと長いんですけども、そんなに長さはいらなくて、ここからここまであれば十分です。とここにつける留め具、ホームセンターで買ってきた留め具です。3センチ ×2 センチぐらい。これで逆側に蝶つがいつけてるので、100均セリアで買ってきた蝶つがい2センチぐらいのですね、22mm。 まずはこのフレームのこの留め具を全部外しちゃいます。全て外すとこんな感じになってます。この段ボールも、この透明のプラ板もまだ使うので、全て取っておきます。この四つ切りサイズのこの長さが短い方と B5 サイズの長い方、ここの辺がだいたい長さが一緒なんですよ。ちょっとの誤差はあったりするので、少しぐらいは仕方ないかなと思って作ってます。 B5 のフレーム1枚だけをここで半分に切っちゃいます。この半分に切るとこの側面が仕上がります。ここですね。こっちの2枚は、これが底面とこれが上に乗せるフレームなので、このままです。この四つ切りサイズも長い辺を半分に切ります。そうするとこのケースの前面と背面になります。これを切ります。そんなに硬い木じゃないので、ノコギリは何でも大丈夫だと思います。カッターだとちょっと硬くて切れないと思いますね。四つ切りサイズのここが長い時があるので、長さの確認しておきます。まず B5 のフレーム、この裏面の方が上に向きます。そこにこの B5 の半分に切ったフレームを上から乗せます。それでこの四つ切りサイズのフレームをここに、それはここの外側からつきます。後ろの面も外側からつきます。蓋をしないで作る人はここを合わせて切ってもいいと思います。私はホコリよけの蓋も乗せたいので、こうして乗せた時に少しここですね、
こっち側もちょっと長くなってしまうんですよ。それをもう一回切ります。先ねきちんと測って切ればいいとも思うんですけど、結構このフレームって大きさにムラがあるので、実際組んで合わせた方が正確になりそうかなと思って、私は後から切ってます。ちょっと二度手間にはなってしまうんですけど、後で合わせてこうやって切っちゃってます。そうしたら切り口をヤスリがけします。この前面に来るフレームのここの部分のバルサを切ります。1センチぐらいの幅があればいいと思いますんで、の内側分と外側分と必要です。バルサはカッターで切れるのでこのまま切っちゃいます。内側で、これが外側用で、こっちが内側用。そうしたらこれを色塗りします。今日はこの100均のダイソーで買ってきた絵の具使ってみようかと思います。これ多分アクリル絵の具なんですよね。なんか容器に取ってもいいとも思うんですけど、私どうせ混ぜないんでこのままいっちゃおう。塗りではまだちょっとムラがあるので、2回か3回ぐらい塗る感じになりますね。この B5 のフレーム1枚は底になるので、この側面だけ塗ればいいです。私こっち塗っちゃったんですけど、床板が置かれるので見えなくなっちゃいます。乾いたので組み立てていきます。まずこれが底、底はこの段差のある方が上です。ここに側面をつけます。側面は段差がある方が外側になります。外側を合わせて貼ります。反対側も。それで背面もこの段差がある方を外側にしてくっつけます。こういう感じでくっつけます。そうだ、言い忘れた。この100均のダイソーの絵の具で二度塗りしました。塗りすればムラなくいいんじゃないかなって感じです。
手軽に買えるので、これおすすめですね。感じで多少ズレはあるので、真ん中辺になるように、両方同じぐらいズレるようにして貼ればいいと思います。このね、合わせがどっちが上か分かんなくなっちゃうんで、そこに側面をつけて背面を外からつける、この順番で貼れば、この重なりは大丈夫じゃないかな。これで乾くまでこのままにしておきます。乾くまでの間にこの前面をつけます。ここには、あの、最初についていたプラ板を半分に切って貼ります。これですね、四つ切りサイズ、半分よりちょっとちっちゃめかな。これに合わせちゃえばいいです。これを両面テープで貼ります。そしたらこれも貼ります。これも両面テープでいいかな。これで前面の蓋ができました。あとこれが蓋ですね。これも両面テープで最初についていたプラ板貼ります。細い両面テープがあればそれを貼ればいいんですけど、私がないのでこれを切って貼ってます。これ蓋です。そうしたらここにこの前の扉をつけます。ここの前の扉を開け閉めせずに使いたいって人は、ここをポンとベってつけちゃってもいいと思います。ちょっとここ段差とかあるので、あんまりギチギチにはしないでつけます。こっちはちょっとここ支えがないのでグラグラするので、気をつけながらつけます。下から持ってつければ大丈夫です。
度はこっち側に留め具をつけます。次はここの留め具を戻していきます。下2つは同じ穴使っていいと思います。それでこの、この縦に対してのこの穴はちょっと下すぎちゃうので、もうちょっと上に2箇所留め具つけます。ちょっと目打ちで穴を開けとくと刺しやすいです。こんな感じ。反対側は、この蝶つがいが邪魔しちゃってるので、この上でもいいし、この下でもいいと思います。こんな感じ。ここでも大丈夫ですけど、これが動かなくなっちゃうと困っちゃうので、私こっちつけました。背面はここは穴が開いてたところに入れて、あとここに穴開いてるんですけど、もうちょっと上の方固定できるように上の方2つつけます。これでケースが出来上がりました。あとはここに背面と床とつけていきます。これも最初についてた付属の段ボールでいいです。丈夫に作りたい人はもっとしっかりした段ボール使えばいいと思います。これに合わせて切ります。次横、次が床。床は一度この段ボールを貼ってしまって、このままでもいっちゃいいんですけど、なんかここが見えちゃうので、私はこれ1枚入れて、その上に別の段ボールを入れてます。重たいものを入れるんだと、段ボールだとちょっと強度が足りないんですけど、リーメントとか軽いんで段ボール貼るだけでいいと思います。ちょっと重し置いときます。それでなんかいらない段ボールを用意して、これだ、材料に入れ忘れちゃいましたね。床板にする段ボールは全面ギリギリで切るとこの蓋の部分乗っかるので、私1個失敗したんですよ。これがね、この床板をここをギリギリで作ってしまうと、閉めた時に段ボールがここ見えちゃうんですよね。わかるかな？ここちょっと段ボール見えちゃうんです。もうちょっと長く作った方が良かったと思って、これ失敗しちゃったんですけど、
まあ、パッと見わかんないからいいやっていうとこなんですけど、それでこっちはちょっと長く作りました。5ミリぐらいかな、ちょっとで前に飛び出てます。そうすると段ボールの断面が見えなくなるので、この蓋のここに乗っかる分、こうちょっと5ミリ長めに作った方がいいです。ちょっと飛び出たとこの角をちょっと落としておきます。それであとは入れてみて微調整をしていきます。感じでできました。はい、これで完成です。あとはここに好きな壁紙とか床とか貼っていきます。もう使ってなくなっちゃったんですけど、例えばこういう100均の壁の補修シート、これを貼ったものはこういう感じです。もう普通の壁ですよね。こういう感じで貼ってもいいですし、あとこの壁なんかは、これも100均で買った壁紙シート、これはキャンドゥで買ったのかな。もうこのまんまベタッと貼っちゃうと木目が大きいんですよ。細く切ったものを貼りました。こういう感じで、これ残った部分で、こういう黒い線とか節の大きいところとかは使わずに細く切って貼りました。あとこの床板は、これもまた100均で買った木目のシールですね。細く切って1枚1枚さっき作ったこの床板の段ボールに貼っていきました。こんなことするのめんどくさい人はもうなんかテクスチャーの写真とかを印刷したものをペタッと貼っちゃえばいいと思います。壁と床は自由にアレンジできると思いますし、あとこの内側の柱の部分とか、今白に塗っちゃったんですけど、ここも木の色にしてもいいとも思います。あと一つ注意点で、ここをどうしてもちょっと隙間は空いてしまいます。絶対ホコリが入る隙間がないのがいいっていう方はちょっとここは注意ですね。この蓋のここにバルサを1本貼り付けてちょっと防ぐってこともありだと思いますけど、ここは仕方ないかなって私は諦めちゃってます。こんな感じの壁の作り方を紹介しておきます。